どん底から奥楽への最短ステップ。 5!、えー、徹底解説ということで、えー、5ステップで皆様にお伝えしていきたいと思います。なんでこの5ステップが奥楽にジャンプすることができるのかっていうことを腑に落としていただきたいというふうに思います。この現実がまずそもそもどうやって作られるか。これは実はいくつかの要素が絡まって現実というものができています。集合意識の中で、例えば恐れというものがめちゃめちゃ多いときには、 大震災ややあるいはコロナのようなな状況が起きすすくなりますですので、あなた自身が自分の人生をもっともっと好転させたいときには、今自分の中にある恐れというものをしっかりと消していくっていうところが必要になっていくということなんですね。 私が朝ライブでよく皆様に感謝してくださいねという話をします。この感謝というのは実は恐れを手放すときにめちゃめちゃ便利なんですね。恐れをなんで手放すときに便利かというとあなたが感謝をしている間はなんと恐れることができないということなんです。ですからあなたの脳内ホルモンをいかにポジティブにしておくかということによってあなたの未来が輝かしいめちゃめちゃ自分の理を 理想になるか、そうでないかというのが決まってしまうと言ってもいいわけなんですえどうしたら感情のコントロールができるのか5ステップでお伝えしていきたいという風に思います。まず一つ目いきますよあなたがまず理想を描くこれが1個目です。えですので今日あなたがやるべきことは自分と向き合い、あなたにとっての理想の1日というのを今の現実は忘れてくださいこれ大切です今の現実からの演出 延長線上で理想を描かないってことなんですこの理想を描く時に今までの現実が自分にとって辛かった時ここの延長線上から考えてしまいますとあなたの未来というのが限定されちゃうんですねしかしあなたが良き未来を描けない時があります このコツは憧れの仕入れというのをやっていただくということです。あなた自身が好きな場所、好きな芸能人、好きな洋服のブランド、好きな街、好きな食べ物、これらを Google で検索してください。そうすると画像というのがこのメニュー欄に出てきますので画像をクリックしてください。で、そうするとあなたの目の前にいろんな素敵な画像が出てきます。これをどんな ど携帯でスクショを取っていただくかパソコンでどんどんその画像をダウンロードしてくださいそれを待ち受け画面だったりとか Google スライドとかでも結構ですね,ねパコパコ貼っていくかあるいはそれを全部印刷していただいていつも目に入るところにポスターのようにまとめていただきたいんですねこれをビジョンボードというふうに言っています 理想を作りたいときには、まず理想を描くが一歩なんですがあなた自身の中にその理想って何よわからんその、えー、理想なんて描けないよという方はこの憧れの仕入れということをやってくださいなぜこれが大切なのかというと憧れのいろんな画像を見たときにあなたの心はどうなりますかワクワクしますよね。このワクワクの感情がはい、あなたの未来発注になっているということです。もう、 その時点ではいあなたの未来はもう良きものになってきたということなんですさらにそれを現実にするためのねステップ2ステップ目あなたの波動をまずは最低限上げていくために必要な当たり前ゼロ感謝をあなた自身にすす。るとということですなぜこれが大切かというと通常の場合何で私って分かってもらえないの で認めてくれないのというほとんどの方が認められていないという状態を抱えており自分に対して当たり前ゼロ感謝をしていない時にはあなたが波動が上がっていないもう認めてください。なんで分かっ これを持っていたとしたら残念ながらあなたの理想の未来が来るところに全く到達しない波動状態にありますからたとえ理想でワクワクワクとしたとしてもあなたの、えー、その理想を現実化していく力というのが足りないっていうことなんですねですので自分に対して当たり前ゼロ感謝をするということがめちゃくちゃ大切なんです2ステップもうちょっとあります他人にも当たり前ゼロ感謝をしてください ここまで来ると、あなたの全身の70兆の細胞が全部感謝にの波動で、ワンワンワンってもう感謝波動が、うわーってあのな、あなたの中から出てきますから、これはあなたがもう一番波動として上がって、 きているはずなんですね。この二つ目だけであなたの人生相当良くなるわけです。三つ目、360度許しというのが三つ目になります。あなたがどんなに感謝をね、奏でていたとしても、奥底に、あいつのことは許せないのよね。あの時の私の失敗。 ダメじゃないというふうに何か許せないというものを自分の中に持っていたとすると、それによってあなたは自分のエネルギーの経絡の中にですね、エネルギーブロックを作ってしまうということなんですね。ですので、過去性の何か許せないと思っていること、これらを全部360度あまねくきれいに許してってください。許すのは超簡単です。許すと 決めるだけでいいんです。どうやってやるかというと、もしという単語を使ってえあなたに聞いていきます。もしあなたが許すことによって理想を生きられるか、もし許さないことによって臆損の人生、理想にならない人生を生きるとしたら、どっちがいいですかとあなたに聞いてあげると、どっちを選べますそう、許しておく。 楽、っった方が得やんってい、いやそのところで考えちゃいけないんですけどでも人間っていうのは合理性を持った経済人でありますのでこれ許すと決めやすいわけなんですとにかく許すという行為はあなた自身をめちゃくちゃここからね奥楽にジャンプさせていく素晴らしい機会になりますのでととことん許す、やっててあげてください。そして4つ目いきたいと思います。ここれは、とととちゃんとつながるということです。 宇宙儀式というのをやっていただくということです。宇宙儀式というのは、右足と左手、えそして左手と右足を、えー、組んでいただいて、そしてあぐらを組んでいただくと、こうね、ちょうど足と手の部分がね、無限大の形になった状態にしていただくか、あるいは自分が瞑想しやすい状態というのを作っていただければと思います。あの、座り方は何でも結構なんですけれども、あなたが座骨の上にしっかりと、えー、背骨をですね、トントントン もっっまますすぐ上に持っていきますえそしてえ第1チャクラから第2、第3、第4、第5、第6、第7という風にあなたのエネルギーを組んでいきそして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10という風に、えー、数えていただくとエネルギーをずーっと上げていくということになりますのであなたのチャクラを使ってですね宇宙とつながるということができるようになります。それをやってていいただいて宇宙とつながり そしてグラウンディングですね。地面や椅子についている接触部分からですね、どん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 え本当に素晴らしいですねえ、ひらめきというのをもらえるようになるということなんですね。ですので、4つ目が宇宙儀式プラスグラウンディングということです。そして5つ目、5秒行動ということです。これどういうことかと言いますと、人間というのは、あなたが5秒を何もひらめいた後にやらなかったとすると、できない理由というのをリトルボイスちゃんすなわち 人間の脳の中にですね現実から自分を変えないようにしようとするですねお声が聞けるようになっちゃうんですねあなたへの自己批判の声なんですねお前なんてそんなことやったって無理だよいやお前なんかじゃ無理だよねっていうこれがリトルボイスでございますあなたの人生自体を、えー、本当だったらもっと輝くしく生きていくことができるぐらいの才能があったとしてもその才能を潰してきたのはあなた以外の誰でもないっていうことなぐらいこのリトルボイスがあなたが輝けてなかった、えー、本当 の理由なんですねえですのでひらめいたら考えずに5秒で行動をとるこれが本当に本当にえ大切っていうことなんですねでその1回目の行動があなたが取れたとすると何かすらの結果が出てきますどんなにそれが小さいステップだったとしてもちいちゃい引き寄せだったとしても何だったとしてもそれで「おめでとう!」って言って「喜ぶ」 これがむちゃくちゃゃく大切なんです。どんなに結果が自分の理想と違かったとしてもその結果に対してどうぞポジティブな解釈をしてください。この「喜ぶ」ということをあなたがちゃんと締めくくってやっていただくと脳があまた5秒ルールで5秒行動を取ろうっていうふうに思えるんですよ。これを 繰り返していればそりゃあもうあなたはここから極楽に行くしかないっていうことなわけです今日お伝えしましたこの5ステップめちゃくちゃすごいですからねこれほん 皆ささんやり続けてくださいということでえ憧れの仕入れ未来瞑想そして当たり前ゼロ感謝を自分他人社会そして360度すべてを許し宇宙儀式グラウンディングによってあなたがしっかりとつながってひらめけるようになり現実のエネルギーをえ地球からももらってそして5秒動で,で超喜んでいくということでもうこっから先あなたの人生は激変するしかないということです。 はいえー、いかがだったでしょうか、えー、それでは皆様本当に今日もご視聴ありがとうございましたバイありがとう